見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。ファストファッション、全部買ってみた、ファッション YouTuber のまとめです。普段はアパレル会社を経営する傍ら、YouTube や SNS などを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。今回はユニクロ、プラス J01 秋冬の中からおすすめアイテムを5点紹介します。先日、発売され、ユニクロ店舗では行列や整理券が配られるなど今回も賑わいを見せていました。そんなプラス J、定番となりつつありましたが、実は今回でラストコレクション。後悔のないようにこの記事を参考に欲しいアイテムを手に入れてみてください。今回、紹介するアイテムはこちらです。スーピマコットンオーバーサイズスタンドカラーシャツプレミアムラムケーブルハイネックセーター長袖メリノブレンドニットポロシャツ長袖ウールブレンドオーバーサイズシャツジャケットドライスウェットシャツ長袖セットアップ可能。下向き黒三角スーピマコットンオーバーサイズスタンドカラーシャツ。まず紹介するのはスーピマコットンオーバーサイズスタンドカラーシャツ。こちらのシャツは色柄展開が多く、その中でも一押しがグレーのストライプ柄です。ストライプではありますが、クレイジーパターンになっていて袖やサイド、フロントやバックなどで異なるパターンになっています。基本的にはシンプルなストライプなので、装飾性はありながらも突飛な印象にはならず、使いやすさを兼ね備えています。的には今回のコレクションの中でも一番好みと言ってもいいアイテムです。シワが目立ちにくいストライプがおすすめ。デザインはストライプのシャツ、シルエットも程よくリラックスシルエットで綺麗、素材もいつも通り、文句なしでボタンもシェルボタンで抜け目のないクオリティ。品があって使いやすいシャツと言えます。襟はスタンドカラー、ボタンを開ける場合は手を使って外側に癖付けしてあげると、綺麗に開いてくれます。また、プラス J のシャツは素材こそかなりいいものの、シワになりやすいのが欠点でしたが、こちらはストライプ柄でシワが目立ちにくくなるので、そういった意味でもストライプがおすすめです。